解散の屋根裏部屋。どうも、解散です。どうもです。矢崎です。常です。よろしくお願いします。そして、前回ですね、はい、最後のラジオ、2021年最後のラジオにも登場していただいた、はい、土橋くんと中野くんもせっかくだったらということで、はい、新年一発目来てもらってます、はい、どうも、土橋源五郎です。よろしくお願いします。中野です。お願いします。土橋くん怪しかったね。デッシュって言ってなかった。デッシュって言ってた。デッシュどうもです。デッシュどうもです。まずは、皆様に向けて挨拶しましょう、はい、新年明けまして、せーの、おめでとうございます。いやー、明けましたね。明けましたねと言いつつなんですけども、はい、我々この屋根裏部屋は本音ラジオということなんで、はい、現状まだ僕らは開けておりません。2021年今撮ってるのは2021年の12月30日に、はい、撮ってるんですけども、最初ちょっと迷ったんですよ。1月3日かな、これ確か、うんうん、月曜日、お休みしようかなと思ってんけど、はい、やっぱりこのラジオ結構コメント欄でこれを楽しみにっていう方が、はい、結構いらっしゃるので、うん、はい、せっかくだったらやっぱり撮ろうということで、はい、前撮りでちょっと撮らせていただいております、はい、でまあね、いつもなったらこうサイコロ振ってトーク回すとかまで決めてたんやけど、はい、ちょっと今日もちょっとなしでいきたいなと。はいはいはい。いや、実はですね、うん、この、ラジオが流れてる頃、うん、1月3日だと思うんだけど、はい、実はチーム画作休みなのよね。そうなんですよね、はい、正月休みっていうのを取らせていただいてるんですよ。はい、なんでちょっと今日はおのおの正月休み使ってどういうことをしてるのか、あ、なるほど、ちょっと聞いていきたいなな、はいはいはい、思うんです。もう決まってるでしょ、みんな。どうも、うがっちりスケジュール決まってます。あ、ガチガチ決めてます。ガチガチ決めてます。結構ね、長い期間オフちょっと取らせていただいてるんですけども、うん、はい、誰から聞いていきますか、じゃあ、うん、どんな感じで。じゃあ、ど真ん中からいこうか、うん、はい、じゃあ僕から行かせていただきます、はいはい、僕はあの実家群馬なんですけども、うん、ちょっと群馬2年ぶりに帰りまして、うん、お、いいですね。そうなんです。帰りましてってどういうこと。帰ってないでしょ、まだ。あ、まだ、あ、まだ帰ってないですね。現状は帰ってないですよ。なんだこれ。いやいや、こっちのセリフなのよ。今年も調子いいですね。2020年は、はい、幸先いい。今ちょ、俺もなんかよう分からへんなってんけど、はい、今土橋くんは多分これ1月3日に流れてるからはい、はい、もう帰ってる体で喋ってた感じ。今ちょっとごちゃごちゃになっちゃいましたね。さっきの前振り何やったの。わざわざ丁寧に。俺丁寧に。そうですね、言ってん。12月30に、はい、これ撮ってるっていう。撮ってますね、はい、だからまだ実際は帰ってないけども、帰る予定でした、はい、帰る予定です、はい、うん、なるほど。2年ぶり、はい、2年ぶりですね。いいね。いいよ、はい、しかもあれですよ、土橋くんで言ったらさ、うん、群馬県でしょ、うん、車で行ける距離なのよ。あ、そうなんですよ。ご実家のね、お父さんお母さんにレネゲードを見せれるんじゃない。そうですね、うん、車買ったぜっていうことで。わー、いいね、親孝行や。ありがとうございます。で、お父さんお母さんにメーター見られて、こんな走ったんや。そうです、確かに。まだ買って間もなかったんじゃない。えぇーって。あんたーい、はい、いや、熊本行ってさ、みたいな。そうです、もう3000キロぐらい行ってますから。言ってるね、はい、なでもやっぱコロナ禍でなかなか帰れなかったから。そうなんですよ。喜ぶんじゃない。もう帰るよって言ってんの。はい、もう言ってます。あ、喜んでる、はい、どう、喜んでんじゃないの。いや、喜んでますね。で、あと僕姉も住んでるんですけども、はいはい、姉も姪っ子と甥っ子がいるので、うん、それに会うのもすっごい楽しみです。それに会うの。飛ばしてそれはあかんやん。それって言っちゃった。大作、今年も調子いいですね。うちの源五郎はそれは絶対あかんやん。めいっ子、おいっ子ちゃんたちに会うのも楽しみ。面白いね、土橋君。ずっとテンパってるもん。ずっと顔真っ赤っかですからね、今。最初の挨拶からテンパってましたから。せっかくやったらさ、レネゲードでさ、隣にお母さん乗してさ。あら、いいじゃん。なあ、ちょっと別にどこでもええやんか、はい、その長いドライブじゃなくてもコンビニなのか買い物なのか分からへんけどさ、うん、ちょっと乗してあげたら。確かにそうですね、うん、喜んでくれるかもよ。いい、ね、何すんの、実家で。実家どう、僕はあんま決まってないんですけど、うん、まあ家族とゆっくり過ごしたりとか、うん、まああと僕は佐野ラーメンを食べたいんですよ。あ、佐野ラーメンってあれやんか、俺さ、はい、一回動画でもやったさ、はい、うん、好きなカップラーメン、はいはいはい、はい、スゴメンシリーズでもあって、佐野、そうや、めっちゃうまいやん、はい、あれやんな。僕は隣町が栃木県佐野市ってところがあるんですけど、うん、そこに行って佐野ラーメン、これも2年食べてないので、うわ、2年ぶり佐野ラーメン、お店開いてるかなってちょっと心配なんですけど、お正月なんで、うん、それをむちゃむちゃ食べたいですね。それだから海賊の楽屋とかでさあ、そうですね、確かに確かに、あげてよ、はい、うん、ぜひぜひ、はい、それも楽しみの一つですね。行ってな、はい、とりあえず佐野ラーメン、佐野ラーメン、はい、閉まってたら閉まってた写真。
面白いですね。もうね、うん、こうなったらそうっすよね、うん、普通だったら調べていくけど、うん、そうだね、こうなったらそのまま行ってほしい、そのまま行ってほしい、そうですね、お気に入りのところがあるので、そこにじゃあちょっと直で行ってみたいと思います、うん、いいですね、はい、ゆっくりしてください、はい、ありがとうございます、うん、じゃあ、たぬき、たぬき、たぬきって、たぬきって中野ですよ、中野くん、はい、どんなお正月を、でも僕も、あの、土屋さんと一緒で実家に帰ろうと思ってます、ああ、実家に、はい、うん、京都、京都です、まあ、我々一回ロケで行かしてもらいまして、可愛らしいお母さんですよ、ね、うん、お父さんもいらっしゃってね、ちょぼ焼き美味しかったな、美味しかった、あ、実家がね、はい、あれなんていうの、お好み焼き屋さん、お好み焼き屋やってます、うん、いいよね、はい、変わったな中野くん、ほんまに昔のさ、はい、中野くんってさ、はい、実家は帰りませんみたいな、そうじゃん、タイプやったやん、そうだよ、はい、たまにね、こうカメラ回ってないとこ会議とかでもなんか雑談してる時に、うん、中野くん実家帰れへんのとかで、コロナ前やな、喋、うん、ってたら、いや僕はあの実家とか帰んないっす、うん、そういうタイプじゃないんでみたいな、そうそう、いやどういうことみたいな、いや帰りよ、お母さんお父さん喜ぶで言うたら、いや喋んないんでみたいな帰ってもみたいな、言ってた思春期丸出しみたいなもう尖ってましたね、それでカジサックがやっぱ親孝行大好きだから、だ、ね、でも分かったと、はい、長野くんもう電車賃出すから、うん、そうだよね、出してあげるから帰りって言っても嫌がってましたもんね、うん、そう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 、そんな中野くんが自ら、はい、そうですね、私たちは帰ろうかなと、うん、いいじゃん、思います、何すんの帰って、まずあのまあ声出てんのわけまずあのー、2022年いいですね、声張っていかないと、今年はど真ん中いいかもしれない、いいですね、まずその実家に帰って、うん、まあ、あの親に会うと、うんうん、っていうのと、まあ、親友がいるんですけども、うん、あの地元に、おそこの、友達が、うん、2021年に第2子が生まれたと、あ、おめでとうございます、ちょっとその子にちょっと会いに行きたいなと思ってます、へえ、なんか渡すのお祝い的なもの、あ、ちょっとそうですね、何も渡してなかったので、うん、ちょっと、まあ、お年玉も兼ねてみたいな感じで、え、おい、出産祝いお年玉あげんの、どういうこと、あ、だそう、ダブルでみたいな、もう一緒に、まあ、時期的にお正月なんでっていう感じで、うん、はい、あ、お年玉とお祝いを渡すってこと、うん、をもう一緒くたにして渡すという、第一子がいるからね、その前に、ちょ、全然分からへん、うん、はい、込みで、え、どういうこと、言うと込み込みプラン込み込みプランです、いや、そんなプラン聞いたことない、お年玉はお年玉や、普通、はい、で、お祝いはお祝いやと思うんだけど、はい、それを込み込みでどういうことなの、あ、もうそれをこうミックスさせて、じゃ、あの、ずっと同じ話をしていいぞ、だから、はい、第一子のお年玉と出産祝い、これ一緒に渡すわみたいな感じで渡そうとして、ね、そういうことね、はい、第一子にはお年玉渡して、はい、で、第二子にはお祝い渡すってこと、いや違いますね、どういうこと、第一子には、はい、はい、生まれた時も僕は何も渡してないです、うん、第一子にも渡してないんだ、はい、はいはいはい、なので今回あの会うので、うん、その自宅に行くので、うん、もうそれをもう全てミックスしたお祝いを渡すという意味です、え、じゃあお祝い渡すでよくない、そのお年玉も込みでって言ったら、ね、言わなくていいやつですね、うん、それはもう言わなくていいやつ言いました、どうですかどうですか、勝田さんじゃない、もうずっと気に合ってたけどラジオだからね映ってないですけど、はい、ずっと横に今座ってるじゃないですか、うん、俺見て喋ってる、はい、え、分かりやすくポチ袋みたいなのはないってこと、いや、そこまだ考えてなくて、そのまあ普通にお年玉袋みたいなのでもう渡すのか、うん、のがいいのかなと思って、あ、なるほど、お祝いもまだおむつだったりとか洋服とかも考えてないってことか、あ、そうです、もうあの現金でいいかなと思って、あー、うん、なるほどね、うん、まあそれはそれでいいんじゃないですか、はい、うん、はい、なるほど、会いに行く、友達に行こうと思ってます、そんな親友がいたんだ、そんな話してないね、うん、親友、はい、いましたよいましたよ過去形、いや、もうめちゃくちゃ仲いい、もう小中高同じ学校、へぇ、バイトも一緒、めっちゃ仲いいやん、あのルームシェアもしてたっていう、あ、すごいね、それめちゃくちゃ仲いいね、めちゃくちゃ仲いいです、なるほどね、はい、なので、まあ、久しぶりに会おうかなと思ってます、うん、いいですね、はい、またお父さんお母さんともたくさんね喋、はい、ってね、うん、そうですね、はい、やってくださいよ、はい、さあ、そして安坂さんは、僕はですね、ちょっと実家、まあ東京なんですけど、うん、がリフォームするんですよ、あ、言うてたな、リフォームするんだって、うんうん、はい、家を、うん、シャンゼリゼがすごい、シャンゼリゼ、フランスの通りだシャンデリアね2度目だぞ、この間違いラジオにおいて
シャンデリア、ああ、シャンデリアね、シャンデリアを1個ついてんねんな今、はいはいはい、それを5個にする、5個にするっていうリフォームだよね、ついてないしここ天井埋まるわ横壁にもつけんねんアホじゃんそれはもうでもなんか大リフォームするらしくて、そうなんですよ、なのでまあそれこそ僕の荷物とかがいっぱいあるんで、あ、それたま引っ越したけど、はい、置いてあるんやまだ、はい、置いてあんねや、うん、これだから皆さんにも聞きたいんですけど、うん、何でも答えるよ、ちょっと困ってるのもあるんですけど、うん、まず漫画とか、うんうん、もうこれ思い入れあるのもいっぱいあるんですけど、トンボさんとか分かると思うんですけど、うん、そうだね、まあ、それはちょっともう捨てたりとか、うん、それはアチキが答えれるよ、あ、俺言っとくけど、あんまり言ってなかったけど、はいはいはい、俺めちゃくちゃ漫画もともと好きで、うん、そうですね、もう何千冊って家にあったから、あ、そんなあったんすか、あったあったあった、うん、で前の前の家かな、俺結構引っ越ししてんねんけど、うん、前の前の家の時にこれダメだってなって、うん、あの全部売った、なるほど、で今いいのが、はい、あると思うんだけど今、うんうん、俺これ何年か前の話なんだけど、はい、ブックオフとかで取りに来てくれるの、うん、あ、ありますあります、あるやんな、あります、あります、段ボールにだけ入れて、うん、それが一番やと思うわ、出張買取みたいな、そう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 、うん、それあとなんかそれまあ本はじゃあそれちょっとやらせていただきたいんですけど、本だけっすか、ゲームとかもファミコンとか、あーなるほどね、あファミコンとかも確か今ブックオフってやってるか、やれやってんじゃない、うんうん、ブックオフっていうかそういうなんかハードオフみたいな、はい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 、そういうところとかもあるから、そっか、うん、ブールでもなんかその思い出とかどうしてんすか、子供の頃の絵とかどうしてんすか、思い出は胸にしまっててかっこいいついてきてよかったなるほどね、それで胸という引き出しに、胸という引き出しにいっぱいあれ入っとるやろ、そうっすね、一個空き作ってやる、そこにポイって入れとる、すごいね、俺はもうだから家出たタイミングでも勝手に処分されてたからね、もろもろ親が、はい、もういらんものというか、うん、持ってかなかったものは、なるほどね、うん、まあ距離感もあるやろな、安田家の前は東京で、うん、東京に引っ越してるから、まだひょっとしたら使うんちゃうかね、帰ってくるしポコポコ、あ、うん、確かにね、今後はやっぱり名古屋でさ、愛知県で遠いからやっぱお母さん、うん、もう帰ってこんしいらんやろって言って、そうですそうですもう、まあ思い出な、うん、そうでもその考え方でやってたらもう物だらけになる、ね、うん、確かに確かに、じゃあもう捨てますわ、ちゃんと引き出しに入れる、そうよ、引き出しに入れます、でもどうしてものやつはちゃんと取っとかないと、やっぱなるほどね、うん、そんなんなさそうじゃない安田家、どうなんだろう、でも思い出って言ってる時点で、はい、意外となんかそういうのを大事にするタイプなんかな、安田家はもうそうだ、大事ですよ、可愛い子ですから、どうしたんよ意外ですね、だから2022年はちょっと、うん、あれなんじゃないですか、安田家一番可愛い説ありますか、ぜひラジオの中だけで提唱していきたい安田家一番可愛い説、素直で可愛い説ありますか物はね、やっぱりかさばっていくからね、まあね、だから断捨離をね、はい、服、靴もね、まあこれは、まあ、実家からの、そう、流れであるんでめちゃくちゃあるんですけど、捨てるのっていいのかなっていう、横にいるやん、あそうやん、欲しい人が全部、服、靴、僕が全部あの受け取ります、中野オフが中野オフマジで取りに来てる、じゃあ、あ、もうもちろん中野くんに全部預けて、はい、売っていいよ、もう、うわっ、あ、めっちゃいいやん、いや、これ最高じゃないですか売るな全部、そんなことしませんよやろ、全部売りますよって言って、全部売ります現金が必要だから、はい、あげるもんでもだそのね、大片付けをしなきゃいけないっていうのがあるんで、まあ休みつつですけど、あーなるほどね、整理して、まあでもね、それも親孝行じゃないですけど、うん、ね、家をちゃんとしなきゃいけないんで、うん、ちょっとガッサー片付けに、はい、っていうのね、まあ信玄にもね、ああそうですね、そうやん、飼ってる猫ちゃんともちょっと会ってあげてね、そうですね、っていう実家だ、はい、みんな実家だ、うん、なるほど、常は僕も実家に帰ります、実家、はい、ってことは常は実家が確かスリランカやったスリランカってどこアホやった、アホやった、おツッコミがアホやった、アホツッコミ面白いな、アホツッコミ面白い、面白い、面白い、大阪で、大阪で、うん、はい、帰りまして、で僕んとこはね、とにかく子供が多くて、うんうん、言ったら常嫁が5人兄弟なので、うん、で、常嫁、その下弟、その下4人全員女の子なんで、あ、常嫁長女なんだ、長女で、はいはいはい、はい、で全員女で、みんな子供もいたりするので、はいはいはい、はい、でそこもすごい数ですし、うんうん、でまあプラス僕んとこの子供も3人いますし、で自分の
親の方、うん、あ自分のなんて兄弟の方は、うん、お姉ちゃん妹がいてて、うん、そこも子供たくさん、うん、すごいねめちゃくちゃ子供いるんで、とにかくこの休みの期間はもうみんなと遊びまくろうかなって思ってますね。全員集めれるの？全員が集めれるかちょっと分かんないですこの時期。その時期もそうだし、はい、実家の広さもいるやん単純にさ、うんはいうん、まあでもあの集まる時期もあったんです。例えば自分の結婚式の時期とかものすごい数になるんで、はいはいうん、いや実家の話よ実家は常に話聞いてたよ急に結婚式とか言い出したけどえアホなの実家にそれだけの人数が集まって入るのっていう話を俺は今振ったら常から、はい、いやありましたよやっぱ結婚式にって言うあそうですよねすいませんえっとですねだって相当広くないとさ、ね、めちゃくちゃそうですよね、まあ、そうですそんなあのめちゃくちゃ広いとかいうわけではないで。でも集まったことはあるの？ありますあります実家で、はい、楽しそうだねでも、はい、大体何人ぐらいなの？ですね僕のところで、まあ、3人じゃないですか、うん、で常宗妹で今6人目なんとなくでいいで、はい、そんな細かくそんなそうです、ねうん、大体でいい80人ぐらいですちょっと今年はいいですよこれはねいいよチームカジサック乗ってる革命の年も乗ってますこれはねいいねど真ん中常が絶好調ですよこれはいい年になりそうだ、うんはい、いやでも80人やったら大変やな、ね、トイレとか大変そうやな大変ですよ並びますよなるほどでも実家でゆっくりするっていう、はい、感じですか、はい、はい、トモさんは僕はもう元旦からまずはリオちゃんのご家族と一緒に過ごさせてもらいましていいですねそうなんですよでもう次の日からちょっといいとこを取りましておっはいちょっとリオちゃんコロッケとちょっと3人で旅行を、うん、いいですねもう前から予約してたとこがあるんではい、はい、そこに行きまして一泊ですか、ま、一泊です一泊ですで、うん、帰ってきて今度は名古屋の方にリオちゃん連れて行ってでトンボの実家に行って、はいはい、で、そこで泊まってその間、コロッケはリオちゃんのお母さんにちょっと見てもらって見といてもらって、はい、でもそれで僕終了ですそれからもう名古屋で会議があるんでああ仕事のそうなんです仕事始めがはいなるほどねでももうちゃんとこうスケジュールを組んでしっかりちょっと休んで、うん、みんなに挨拶して旅行してっていうのを決めていいですはいそういうの結構トンボってしっかりスケジュール決めるタイプなああでもどうですかねでも結婚したんで、うん、っていうのもあるかもしれないです ね。ちゃんと旅行もしたい、うん、で親御さんに挨拶もしたいっていうのがなんか嬉しいというかさ、うん、やっとそういうことができるようになってきたなっていう ね、うん、もちろんまだ油断はできないけどもね、うん、ちゃんと手洗い消毒だったりマスクはしっかりしますけど、うん、やっとおのおのがそうできるっていうのはええなちょっと帰れたりするのは嬉しいですねやっぱり、うん、そうですね、うん、さあそして僕なんですけども、はい、僕もねこれ久しぶりに旅行行ってきますうわー、うんはい、すごい嫁作っていうか子供たちは実は、うん、広島の方に現状帰っておりまして、うんうんはい、で、正月過ぎ、だこのオンエアの時にはもう帰ってきてると思うんだけど、うんうんうん、東京戻ってきて、はい合流僕として、うん、そっから旅行に出かけるとなるほどいいですね、ちょっとこっちも久しぶりやし、うん、ちょっと贅沢しようぜっていうことで、うんうん、2泊3日なんですけど、うん、それぞれ違う場所泊まるっていうそれ最高っすよねどういうことですか、うん、あ、一泊目と二泊目が宿が違うってことでしょ宿を変えるっていう。うわ超贅沢よ。そうそう。最高よ。良きようにね、まず離れたところ行って、うん、で、一泊して、うん、で、東京の家に帰ってくる間に、いい宿を見つけて、うん、そこにもう一泊。楽しいなそれはちょっとね、楽しみ。久しぶりやからね、これ。もう、かんちゃんがめちゃくちゃ楽しみにしてるわね。っていう感じかな、うん、俺は、うん、俺は実家には帰らないんですけどねあ、うん、なるほどなるほどそうかそうか、うん、そのなんていうの時間的にというか、はいはいはい、撮影も結構俺ギリギリまでやってるやん、はいはいはい、なんだかんだ、うん、なんだかんだ休みスタートが1月1日の元旦からなってくるんで、うん、もう次の日には帰ってくるんですよ、うんうんうん、だから今年はっていうかまあこれもネタバレになるからあれやけど、はい、ネタバレになるからあれやねんなあれですわまあでも屋根裏部屋だからいいか、はい、
内容は言わないですけど、うん、俺もう年末にかなり実家帰ってきて、いろいろあって、いろいろあって、いろいろあります。まあいろいろあるやん。いろいろありますよ。それは、ね、これは乞うご期待ということで、かなりアグレッシブに動いたんで、この年末で、はい。そうですね。俺と安武二人で。そうですね。まあトンボが動かん。お前はほんまに東京から出んの。マジで俺とやすたけでな、はい、この年末何回新幹線乗ったかって。確かにね、はい、移動すごかったですよね、お二人は。そうそうそう。で常は舞台があったりとか、はい、忙しくて、ね、中戸場は編集があったりなんかして、ね、でまあトンボも他の仕事はあれど、はい、やっぱりトンボには声かけようということで、トンボ行くかいって、はいはい、3回誘ったな。3回、うん、3回全部、いや行かないっすね。気持ちいいっすね、本当に。その子、その子。いやでもなんかカジサックと2人でまずいろんなとこ行けるようになったっていうのが、さっきカジサックも言ってましたけど、嬉しかったし、ちょっとね初心に帰った感じもしました。確かに、うんうんうん、初心に帰った感じしたな、うん、やっぱりドア玉って俺とヤスタケの2人っていうのも多かったし、うん、まあ、逆に俺とトンボの2人っていうのも多かった。そうですね、そう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 、うん、だからこの間ちょっと喋っててえっってなったのがさ、うん、中野くんと俺喋ったりするのね2人の時に、うん、はいはい、そりゃそうでしょ。えそうなんですか。まあ俺から一方的にね喋ったりするんだけど、はいはい、実はまあ、今の自宅あるじゃないですか、はいはいはい、前の家、はい、一軒家住んでたでしょ、はい、なんでよう撮影した思い出の部屋やん、はいはい、YouTube スタートしたあの家やから、そうですよ、やってたんだけど、これでファッて聞いてえってなってんけど、はい、中野くん前の家に来たことないの。あれ、え僕ないですよ。せやねん、俺意外で、はい、なんか前の家の話になってんな。そうなんです、はい、なった時にいや場所知ってるやろみたいな話したら、はい、いや知らないです、なんで来たことあるやん撮影でって言ったら、いや僕ないんですよ。ええー、ってなって、あれそうでしたっけ。飛ばし君あるやんな。僕は結構何回も行ってましたね。あれやんな、はい、これなんでやって言ってたら、はい、当初って僕の自宅で一軒家でよう撮影しててんけど、うん、土日に撮影することが多かったんや、うんうんうん、でその土日以外はロケが多かったんや、はいはいはい、結構外出てやってたんや、うん、コロナもなかったし、はい、でその土日の、時間を使って子供たちと撮影したりとかしてたんですよ、はい、学校休みやから、うん、で聞いたら中野くん当時土日バイトしてんねん。あそうか、あ確かに、そうやん、はい、パチンコ屋さんでな、パチンコ屋でその当時やってたんで、うん、土日その自宅に行く機会がなかったんです。そうか、うん、はい、中野くんは現場混んでいいってなんですね。あだから彼は一回も来てなかった。意外、これ意外やったよな。そうなんですよ、うん、はい、でも僕子供たちと初めて会ったのがサック氏の実家なんです。あーそうだ、そうか、そうだ、そう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 、懐かしいな。懐かしいです。まだ紗友子さんがご健在の時でね、はい、あの時に初めて会いました。そうで、その時かなんかかな、確かその時じゃないかもしれないけども、うん、サック氏のその突撃企画で、うん、俺と安武の中野くんでしょっちゅう行ってて、はい、でそのタイミングで俺が鮭持って行った回があったから、うんうんうん、秋鮭、はいはいはい、やったあったやんか、はい、でカメラ止まった後に、うん、せっかくやったら量たくさん鮭の料理作詞作ってくれたから、はい、みんなで食べようよって言った時に、はいはい、中野くんがすんごい顔して鮭を食べてたんですよ。なるほど。で、お前中野さんどうしたんみたいな感じで、うん、すんげえ顔してた、はいはいはい、どうしたのって聞いたら、僕魚がむちゃくちゃ嫌いなんだそこで初めて知ってん。そうだ、中野くんが魚苦手って。お前ダメで。懐かしかったな、はい、懐かしいですね、あの、うん、確かに食べなきゃと思って食べてましたね。なんかごめんなさい。懐かしいな。今年も彼が主役ですから。彼が主役ということで。ちょっとね、前回2020年ラストのラジオではちょっと質問いけなかったんで、はい、今年はちょっと一発はいきましょうということで、はいはい、一旦広告です。はい、さあでは安武さん。今年一発目お願いいたします。はい、では屋根裏ネーム北さんからの質問です。ありがとうございます。先日ガソリンスタンドでカジサックさんと洗車中のレクサス LC をお見かけしました。おいつも動画楽しく見てます、応援してますとお声かけしたかったのですが、話しかけない方が良いのかなと感じて躊躇してしまいましたと、うん、カジサックさんチームの皆さんは街でファンに声をかけられたら嬉しいですか、どう声をかけられたら嬉しいか、過去のエピソードとかあったらお話いただきたいです、という。あ、嬉しいですね。 ありがとうございます。そうだったんですね。全然お声かけしていただいて、うん、よろしかったと言いますか、うん、もう結構洗車するんですよ。はいはいはい、頻度が
頻度結構多くて、はいはい、ちょっと綺麗好きなところある、はいはいはい、あそこにいらっしゃったっていう、うん、なる全然これからもしあったらお声かけください、うん、はいなんですけど、うん、質問的にはそのまあそう声どういうタイミングでというか、うん、声をかけていいのかなっていう、うん、まあこれちょっとわからんでもないじゃないですか、うんうんうん、自分たちも、うんうんね、それどうしたらいいのっていうことじゃないですか。俺は基本嬉しいけどね。嬉しい、うん、あでもこの話もあるわ今思い出したな中野くんタイムリーこの間ね、はいはい、2人の時にちょっと喋ってたんよ、はいはいはい、まあ俺が一方的にで喋らんな喋らんな全然喋らんでまあ何やったっけななんかのひょんなタイミングでそんな話になって、うん、中野くんって外で声かけられたりしたらどんな、うんうん、まさにこの質問やわ、はあ、同じ質問全く同じ、はい、どんな気持ちになんのみたいな、うんうん、なんか一回熊本で声かけられたんですよみたいな話な土橋、はい、さんと熊本で声かけられたんですよ、はい、すごいねみたいな話の中で俺が、はい、そういや中野くんでじゃあそうなった場合ってどんな気持ちなん、うん、どんな感情になるの、はいはい、って聞いたの、うん、じゃあ中野くんが、はい、いやちょっとわかんないですねって言われて、え？どういうこと？そやろマジで。どういうこと？うん、いやその嬉しいとか、うん、ちょっと苦手とか、うんうん、ありがたいとか、そうですね。いろんな感情があるやん。ありますあります。それ中野くんどうなんって聞いたら、いやーちょっとわかんないっすよ。中野くん？わかんないって言われて、うんうん、いや嬉しかったりせえへん。嬉しいとかはちょっとわかんない。わかんないですねって言われてめちゃくちゃ腹立ってきた腹立ちますねめっちゃ腹立って好きか嫌いでいいじゃないですか苦手とか、ね、そうそうそうそ う, そう、うん、別に苦手って言ったらあかんなんか言ってない、はいはいはい、素直に聞かせてって言ったのに、はい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 、ちょっと本当にあの梶谷さん本当にわかんないんですよ僕わかんないって何とか言っててはいはい、はい、でその次の日に、はい、あの小部屋で、うん、熊本旅、はいはいはい、裏側、うん、あはい土橋君と中野君がドライブしてて、うんうん、でそれトークしてて、はい、それを見て俺ひっくり返ってんけどそこでその話をしてたんはいはいはい土橋君が振ったんかな、はい、声かけられてねとか言ったら、はい、中野君がいやー嬉しかったっすねどういう状態なんだなんなお前どういう状態なのあの多分聞かれた時に嫌かあの好きか嫌いかっていうので、うん、あの捉えちゃったんだと思いますね。合ってるよ正解さてどっちでしょう。そうそうそういや分からないじゃないじゃんね。分からないじゃなくてその動画では、うん、いやもうこれはっきりしよう白黒、うん、動画では好きって言ってたわけや、はい、嬉しいっすねああやってありがたいっすねって、うんうんはい、それが嘘だったのか、はい、俺とのあの2人の分からないが、はい、まあ意味は分かんないけど嘘だったのか、はい、何が真実なの、うん、これは完全にあります答えがあお願いしますあ答えがよかったよかった、最初はその僕好きか嫌いかで考えててしまって、うん、もうその複雑なあの感情だったので、うん、ちょっとごめんなさいまず一回逮捕やねんけど一回逮捕するんだけどそのなんで複雑な感情になるの好きか嫌いかっていうのロボってことその二択が分かんなくなったんですよだから嬉しいか嬉しくないかだったら分かるってこといやそれでも言ったで俺言ったやん。で、じゃ無視しないでよ。言ったやん。俺嬉しいの嬉しくないのって俺聞いたやん、うん。好きか嫌いかだけでは聞いてないやん、はい、俺。それで考えたんです。うん。で、嬉しい、嬉しくないで考えて、あの、たどり着いたのが、うん、あの、で、これは本当に、あの、ありがたい。これに、あの、これがたどり着きました。僕の答えです。まあまあ、だってことは結局、はい、好き。嬉しい。嬉しいじゃん。もうバラバラやわ。なんで俺が気持ち悪かったのは、はい、なんかプライドがあるのか、うん、嬉しいとか好きを絶対に言わないのよ。ああなるほどね。でありがたいかもしれませんみたいな言い方するじゃあ何なの。で動画では嬉しいですねって言うてるやん、はい、なんで動画では嬉しいですねって言ってるのに、はい、俺には嬉しいですって言わないの。まあその多分感情でもう焦っちゃったんだと思います。何に焦ってるの。俺の感情を、うん、あの細かい言葉で伝えるのがもう難しい。違う違う違う嬉しいか嬉しいかずっと何言ってんのってなんの。細かい言葉で別に伝えなくても、ね、俺が例えば、うん、ちょっと中野くん詳しく教えて細かいその時の感情を言葉に出して教えて、うん、具体的に教えて、具体的に教えてって俺が言ってたら分かるけど、うん、俺は土橋くんと全く同じ言い方やったと思うね、はい、あの動画の、はい、うん。あ言ってないのにそう僕は勝手にそうあの、うん、考えたっていうことですね。
詳しくなんか考えてしまった結果、分かんなくなったっていう、だってさ、俺がその時嬉しいありがとう、ありがたいかもしれませんって言ったから、はい、じゃあ嬉しいんじゃないの、って聞いたの、そしたら、いや、それは分からないですねって言うね。まあだからちょっと中野ってめちゃくちゃこだわりがあって、嬉しいと好き別に一緒で同じこと言ってるじゃんと捉えないんですよ。ああそうか、細かくちゃんと自分の中では分類分けされてる。言葉っていうのはやっぱ大事に、やっぱミスターインスタントフィクションなんで。ああ出ました。言葉を大切に。言葉を大事にしてるから。言葉を生業としてるから。嬉しいイコール好きでもないし、はい、なるほど、っていうのがちょっとあるっていう、そういうプライドはあるのと、あともう一個あるのが、中野さんは本当に好きコンプレックスなんですよ。あら、好きコンプレックス何ですか。好きとか愛してるを冗談でも言えないんですよ。あーそうか、思春期真っ只中なんで。なるほど、あるあるある、そうそうそう、なるほどね、そう、なるほどなるほど。だからコントとかで、うんうん、なんか、お前誰々好きなんでしょ、っていう、じゃあそういう設定で、そのじゃあ、あのミキちゃん愛してるっていうコントやってって言っても、いやいいと思ってんだよね、ちじゃ愛してるっていうところからコント始まるからってやっても、絶対に口走れないんですよ。なるほど、好きと愛してるわ。そうか、難しい、やっちゃね、ほんま難しいね。だから好きかとか言われた瞬間にもう、ね、グビクってなってアレルギー反応が出てるんですよ。へー、そうですね、確かにあるかもしれないです。変なやつだ。だこだわり強いですよね、なんかめちゃくちゃ強い、そういった意味ではね、本当に盛り上がらないのよ。結構攻めていろいろ俺トークテーマ、そうですね、結構中野くん運転してくれる機会が多いから、よく二人になるの、頑張ってんねんけど、トークテーマたくさん、全然盛り上がらなくて、唯一盛り上がるのが株の話。ハメやないか中野くん。俺は全くしないけど、中野くん株に興味あるから、はい、株の話になったらもう饒舌で、なるほど、これはこうで、ああでこうでみたいなことを言い出すんですよ、株は好きなの。株好きです。そこは言えるんだね。そこは言えんねん。株は好きってちゃんとその、あーちゃんと好きって思えるから。顔刺されるのは好き嫌い？どっち？社長わかんないです。わかんないか。すいません、長なってしまって、これほんまにあった話やった。あーそうかそうか。どう、土橋くんは声かけられたり、いやめちゃめちゃ嬉しいです。嬉しいよ、嬉しい、嬉しいよね。この間サインを求められまして、おい、マジで一回小部屋で出したよね。そうなんです。で、あのサインを初めて書かせてもらって、すごいやん、役に立った。やっぱそれ嬉しいね。嬉しかったです。だからもう全部フルフルで、あの月下水木金土橋土橋お手元、そうだった、土橋お手元もお腹に入ったやつを、あー、あの絵描いて、はい、俺はね、もう個人的に俺めっちゃ嬉しいの。すごい、メンバーがさ、そうやってサイン求められるって言ったらやっぱ嬉しいよな。中野くんサインはないの？サイン、あ、多分同じタイミングでその方に声かけていただいたと思います。その時どうやったの？サインは嬉しかったの？どうやったの？分かんない。なんだ？デレデレ、分かんないってなんだよ、お前。変なやつ。分かんないわ、その人に失礼だ、はい、それ。バカタレ、はい、そのままその状態で多分ジョイマンとコントできるでしょ。変なんだこいつって多分言われると思うね。池谷君が言ってくれますね。池谷さんが言ってくれると思う。安武どうですか。僕はもうめちゃくちゃ嬉しいですよ。安武好きよな、そういうの。俺はもういつ何時でも声かけてほしいですね。いつ何時でも、その裸で風呂とか言おうが。どういう状態ですか。スーパー銭湯。あ、銭湯ね、はい、まあ今俺の言い方が悪いから、裸で待ちいるみたいな。銭湯って言ってくれたらよ。確かに銭湯とかにいても、例えば女の子と手つないで歩いてても、何をしてても話しかけてほしいです。はい、女の子と手つないでても、はい、キスしてても話しかけてほしい。話しかけてほしいはもうちょっと変わってくるよ。確かに。もうじゃあ嬉しいじゃん。それがしたくて芸人になったところもありますから。なるほど。だから安田の前はちょっとあれがあるんじゃないの？芸人時代やっててなかなか活躍できなかった、顔を刺すっていうこともあんまりなかった、っていうのもあるから、ちょっと取り返してるみたいな部分もちょっとあるのかもしれない。まあ嬉しいですし、あと僕多分ちょっと声かけづらい感じだと思うんですよ。あ、雰囲気で言ったら、まあ香水も匂いきついしな。そう？ごめん。まあ実は一番香水匂いきつい中野くん。なんでだよ。思ってたけど。思ってたよ。思ってましたよ。そう、俺つけてないぞ。一回カンちゃんが長野くんの横取った時、臭って言った。
香水かんちゃんと嫁さんが香水苦手、うん、そう苦手だから一番強いんだよ中野くん強めの日があってくさって俺も思ったもんだってじゃなんでなんちょっと、うん、なんでこんなすぐお前の話なんだよ人気才能ですよもう失礼しました綾崎嬉しいということで、はい、僕はもうめちゃくちゃ嬉しいし、ねうん、いつでもどこでもいつでもはいなるほど常さんは僕ももう綾崎さんと一緒ですねあまあ常っぽいなはい、うん、もう何でもウェルカムですよ本当に、うん、常とかさ、はい、結構 TikTok でレインボーマンでやってるやいろんなとこ、はい、そうやん街中でめっちゃ声かけられるんじゃどうなのいやもうめちゃくちゃ声かけられますあそう、うん、でも僕はもう何だったら結構今まであるんですけど、うん、街中で声かけられてその場で連絡先交換してそのまま、うん友達になるみたいな、ことも今まで何回か何回ええー、なー常らしいなすごい鶴瓶師匠みたいないやそうなんです ね信用できんのそんな俺は逆にそれ無理やん絶対うん僕はすぐ信用しちゃいますねで人見知りがないので、うん、もうなんかあこの人なんかノリが合いそうやなと思ったらもうその場で結構へえ遊びに行こうよみたいな、はい、気ぃつけや自分いや確かにあんた一回問題になっとるねそんなに、はい、そうですよはっきり言うけど反射の可能性ある本当よでもマジ気ぃつけそうですねそこはちょっと気をつけないとそれは全くそんな気なくても、はい、そうありえるからや、はい、見た目で決めんのもどうかや、うんうんうん、確かに確かに分かれへんから分かんないそっか今年の目標ですね気ぃつけな気ぃつける気ぃつける、はい、ほんまに、うん、まあでも常はいつに声かけられても大丈夫、はい、もういつでも来てほしいぐらいトンボさんは僕も もちろん嬉しいですし、うん、それこそ先ほどのねコメントくれた方じゃないですけどガソリンスタンドで僕、うん、声かけられて、うんでだから僕が行くガソリンスタンドが要はカジサクチャンネルを見てくれる男の子で、だからめちゃくちゃ喋りますよ。あもう仲良くなってる。はい。もうだからもう彼女と一緒に見ててこの間の動画がこれであれでっつってすごい、ま、なんか休憩所みたいなとこあるじゃないですか。はいはいはい、洗車とかしてると待ってる、うん。そこでもずーっとこの動画がどうでどうでっつって。で僕一番好きなのが中野さんのバンジーの企画なんですよ。また中野出てきたもん。あれ面白かった。あれもう一回やってほしいですよね。つって。ちょっとなんかスイッチ入るでまた。また制作費勝手に使ってどっか行くでこれ。なるほど。好きな人がいるんですね。でも嬉しいな。嬉しい。嬉しい。だから見てくれてる人がねいて、はい、ちゃんとこうやって感想をもらえることってないじゃないですか。そうね。うん。だから嬉しいですねめっちゃ。なるほどね。まあ、僕はね、うん、僕も基本的には嬉しい。で一人の時はいつでも大丈夫。うん、やねんけど唯一家族で例えばお出かけしてる時とか、うん、テーマパーク行ってる時とか、うん、もうこの数年ないけどさ、うん、行ってる時とかはちょっと気は使っていただきたいかなってなるかな、まあ、確かにね、うん、ご家族がいるとちょっとね、うん、何度かやっぱり、まあ、まだ動画でねYouTube 前やけど、うん、そういうところ家族いる時に声かけられて人が集まってしまったりした時があったから そうなると子供たちがちょっと顔子供たちいますからねで今やもう子供たちも顔さしてしまうから、うん、家族いる時以外は、うん、もう全然ウェルカムかなそうですよねもう全然写真も撮りますもんね全然全然、うん、あでもちょっと難しいのが、うん、カジサックと常は表の人じゃないですか、うんうんうん、でこれカジサックいつも気をつけてることなんですけど、うん、その一人の人 OK してしまったら他の人は断れなくなるじゃないですか、うん、そう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 。だからそういう状況に本当にいますから、ね、まあ確かにそうだねわーって人がいるのか、うん、それはあるね一人だけなのか我々、うん、裏方だからあれですけど確かにねそれでもほんまに全然あって例えばじゃないとでロケしてます、うん結構ロケやんねんな、うん、街角で、はいはい、で人もちょっと集まったりすんねんけど、うん、そういう場所で写真お願いしますって言われたらお断りしてるうんうんうん、やっぱそれ一人撮ったら皆さんと撮らなくていい、うん、そうですねロケができなくなっちゃうからっていうのはあるな、うんうん、ふらーっと一人でなんかプライベートでっていう状態やったら俺は全然、うんまあ、しっかりと、その人を見てから決めますけど、うんうん、どういう人なのかどういう人なのか僕鼻いいですから、うんうんうん、ちょっとなんか顔に傷があったりするとちょっとあからさまだなあからさまだな俺でもわかるあと指を数えてそうですねいや大変よその辺も、うんうん、確かにねでも基本的には嬉しいですね嬉しいよあと俺からすると本当にチームのみんながもしいやだって信じられありえないことですから、うん、そうっすよああそうやんなそうですよだって、まあ、でもまあ中野くんはちょっとはっきり言うといたらどうなのかそれによってひょっとしたらこのリスナーさんがさ街中に中野くんの時に声かけていいもんかどうかっていうところがあると思うから、はい、もう嫌なら嫌、はい、嬉しいなら嬉しい、はい、もう好き嫌いじゃなくていいからさ、はい、もうこれは答え出しとこうはっきり、うんわかんないっすよ。わかんない。なんだろう。ほんまに今イラついてる。ほんまにイラつかないでください。
ちっちゃい、うん、今のはそうですね、もう、まあ、確かに、でも嬉しいです、これは、あの結果、僕、たどり着いたんです、好き好きか、それなんでなん、なんでなん、いや、嬉しいにはたどり着いたんです、僕、うん、僕の中嬉しいにはたどり着いたって、もう妖怪やんか、たどり着くものでもないのよ、感情だから、いや、考えた結果、その見てくれ、いつも視聴者さんね、はい、うん、見てますって言われたら、うん、ありがたいなと思う、うん、ありがたいなと思ってるっていうことは嬉しい、周りくどいね、はい、すごいな、だって中野くんの存在を知ってくれてるってことだよ、はい、いつも見てますももちろんそうだけど、はい、今のさ、例えばガソリンスタンドに中野くんが行きました、はい、そしたらトンボのね、はい、そのお兄さんがさ、うん、多分喜ぶと思う、そう、絶対話しかけると思いますよ、中野さんだって、はい、その時にどんな感情になるかよ、あ、でもそれ嬉しいと思います。うん、で、なんで濁るかっていうと、うん、僕ちょっと人見知りがあるので、うん、ちょっと恥ずかしいっていうのがあるんで、そこでちょっとうやってなってるっていうのがあります、ね、うん、うまくできるかなもあるってこと、ね、もちろんあります、ね、いや、それはもう笑顔でありがとうございますって言ったら、あ、いや、これからそうさせていただきます、ありがとうございますそんな難しい話なのこれ、やっぱりなんかあるんでしょうね、あるかもしれませんね、さあというわけで、はい、ちょっと今日は一つになってしまったんですけども、はい、今日も歌いきたいと思います、はい、その前に、はい、一旦広告です、じゃあ行きましょうか、はい、今回もだからフルメンバーがいるんで、はい、セッションはなしだね、セッションなし、はい、6面ちょうど6人いるんで、はい、行きましょうか、まずは、歌い手、はい、はいはい、この方に歌っていただきましょう、新日本戦カジさん、これはいいわ、演技がいいよ、これ演技いいよ、これはいいかもしれない、うん、じゃあタイトル、はい、この方、トンボ、いいじゃない、いいじゃない、行きましょうか、じゃあ、はいはい、いやー皆さん、はい、2022年始まりましたんで、はいはい、これからもね、カジサックチャンネル並びにね、うん、小部屋とかいろんなチャンネルありますけれども、はい、ぜひ、見ていただいて、そして屋根裏部屋も、たくさん聞いていただければと、思います、はい、ということで新年一発目はやっぱりこの方に歌っていただきましょう、はい、カジサックに歌っていただく歌は、はい、元気はつらつシュラシュシュシュ、お願いします、朝起きて僕はいつも飲むもむも何て言うんですか、何て言うんですか、いつも飲むもむも飲むも変わった挨拶をする、みんなはおはよう、僕はもむもむも挨拶だったの、確かに変わってんな朝起きた後することはオロナミン C を飲むこと、オロナミン C を飲んだら元気になるよねタイトルなんだっけ、また忘れた、タイトルなんだっけ答えてごらんよねえ誰か教えてあ今思い出した、おーよかったよかったよかった、俺は飲み物を飲んで、そうオロナミン C を飲んで見事に元気はつらつ、すごく元気はつらつ、おい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 お前も飲んだらどうだ、おいお前も飲んだらどうだ、今からご紹介します、うちの娘を紹介します、おい
シュラシュシュシュ。おい。シュラシュシュシュ。パパ何？パパパパ何？私を呼んでな何？あタイトルなんだって思い出してたよシュラシュシュシュの後も何かあったよねあどうやらなかったしゃべんな僕は死にます。何がなんすか。タイトルが分からへんなんか。いやそれはちゃんと覚えてやらないとっていうルールじゃないですか。何やったっけタイトル。元気はつらつシュラシュシュシュですよ。俺じゃあ全部言ったの。言った言った。何やねん。何やねんそれって言ったらおしまいなんすよこのコーナーは。じゃあお前多いねんそういうの。何が何が、ね、多いよな気温みたい な、うん、いや俺はむしろやりやすいかなと思ってやってるぐらいよ。何がシュラシュシュシュとか言ったら、うん、なんかそのリズム取りやすそうじゃないですか。なんか気温があった方がなんか困った時にね。そう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 、そういうことですよ。絶対いつかやり返しちゃう気温だけで失礼いたしました。お耳汚してすいません。まあでも今年もね本当に元気いっぱい、はい、それこそ元気はつらつで、そうですよ、チーム開作頑張っていきたいなと思いますので、はい、今年も何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。以上開作とトンボとヤサケとツレとゲンゴロウと中野でした。ありがとうございました。ありがとうございました。